どうもこんにちは、速稼塾の久保です。今回は食べ物はどういうふうに安全を確かめていけばいいのかなって考えた時に、無農薬野菜ってあるでしょ。あれについてちょっと考えてみたんですよ。無農薬野菜っていうとなんか体に良さそうじゃないですか。で、一つの誤解として無農薬野菜っていうのは農薬を全く使ってないと思われがちなんですけども、全く使ってないってことはないんですよね。その農薬の頻度が非常に低いということではあるんですけども、まあそういった無農薬野菜、どんなメリットデメリットがあるのかなっていうことで、今回はねデメリットにちょっとね注目してみたんですよ。で、無農薬野菜のメリットっていうのは何といっても形が不揃いになりやすいってことですよね。まあ私スーパーの勤務の経験が7年ほどあるんですけども、やっぱりね、曲がりって言ってスーパーの店頭に出せないようなこうくにゃくにゃっと曲がったやつとか、あまりにも小さくて不揃いとかね、大きすぎて店頭に並びにくいものっていうのはやっぱり跳ねられるんですよね。で、それが B 級野菜としてまとめて売られるってことはあるんですけども、まあ、基本的に無農薬野菜を使っているとそういったものが生まれやすいかなっていうところあります。で、便利な農薬とか化学肥料に頼ることができませんから、その分だけ土壌の管理とかね、それから生育過程のチェックなどをきめ細かくしないといけないんで、無農薬野菜っていうのは手間がかかるんで高くなりがちだっていうデメリットがありますね。大体そんなところじゃないかなと思うんですよ。はい。で、安全性が高い無農薬野菜っていうのは栽培期間中の農薬の使用をほとんどしないように作られていますんで、安全面でね、やっぱりね、信頼しやすいってメリットはあります。これは私も思いますし、皆さんも思ってらっしゃると思います。で、お話したように、無農薬と聞くと完全に農薬を使ってないっていうふうに誤解する方が多いんですけども、まあ、健康を害する心配がない程度には農薬は使ってるんですよね。となると、無農薬野菜じゃない通常の野菜は健康に害があるんですかって言ったら、これもそんなことなくてですね、そんなに気にしなくてもいいのかなと思うんですよ。そうなるとね、無農薬野菜だろうが、通常のお野菜だろうが、そんなに大差がないっていうふうに考えて、まあ私たちはね、問題ないのかなと思います。で、無農薬野菜っていうのは本当気持ちの問題で、手間がかかってる分高いんだけども、基本的に一般的に売られてる野菜とそんなに遜色がないっていうのが現実かなと思います。で、そうなってくるとね、高いだけの野菜っていうふうに考えてもいいと思うんですよ。さあ、じゃあその中でオーガニックっていう言葉があるじゃないですか。このオーガニックっていうのはなんでね、日本で流行らないんでしょうかね。確かに私もオーガニックにものすごくね、神経を使っている方の食卓に何度か招かれて行ったことがあるんですけども、実はね、食卓にあんまりこう、彩りっていうか花がないっていうかね、味気がないとでも言いましょうかね。基本的に調味料は何も使わないです。で、野菜の素材そのもので味を楽しむんですけども、その野菜の素材の味があんまりしないんですよね。で、そう言うと、調味料漬けの野菜に慣れていると味覚が育ってないんで、本当に微妙な味に気づかないんですよっていうふうに言われましたけども、確かにそうなのかなとも思わないでもないんですけども、でも実際にそういうのも込みでね、オーガニックの食品ってのがなんで日本で入らないのかなと。まあ例えば承認に関するコストとか、それから生産者側の技術的要件などでやっぱりこうなんですかね、収穫量が減るっていうところでどうしても高くなりがちなんですよね。理由の一つとしてはオーガニック野菜はとにかく高いっていうところがあるんじゃないかなと思うんですよ。だいたいそうですね、安くても通常の野菜の 1.5倍、高ければ3倍ぐらいしちゃうんですよね。まあそうなると日々の食卓にそういった食材を並べることが不可能になってくるっていう所得の面があるかなと思います。まあですんでオーガニック野菜っていうのはネットワークと組み合わさってね、販売されることが多いんですよ。まあ、つまり、オーガニック野菜を安く、手に入れる方法があるんですよ、とか言ってね、結局こう、苦手なセールスをしなければならないと。で、セールスをするときでも、オーガニック野菜に興味のない方に、先ほどみたいにね、微妙な味に気づけるようになるんですよって言い方をすると、だからまるでね、今までの自分の味覚がおかしいというふうに言われたような感じでね、もう否定的に言われるとやっぱり気分が良くないんで、もうあの人との付き合いやめておこうかな、しかもネットワークの商品売られるしみたいなね、まあそんなとこじゃないかなと思うんですよ。まあでもこれはね、セールスが上手な人ならばネットワークビジネスやろうが何しようがそんなにねおかしなことにはならないんですけどね。まあ話がずれたんですけども、なんでオーガニックの食品が日本で入らないかっていうと、健康にそこまでコストをかけるっていう意識が私たちにないからじゃないかなと思うんですよ。
実際に私もそうですけども、スーパーに行ってね、冷凍食品の野菜とか買ったりするんですよ。冷凍餃子とかね、うん、それがね、著しく健康を害してるっていう風に思わないんですよね。長い間食べてるとその蓄積によってどうこうっていう話もありますけども、そういう食品を取りながら、うちのね両親ももう80ですからね、なんら健康を害してないっていうところと、私自身も50を過ぎてそういった特別なものを食べてるわけでもないのに、むちゃくちゃ元気ですからね。そうなってくると、オーガニックってのは単なるセールスコピーなのかなと思ってしまうんですよ。実際にそんなに体にいいもんなんですかね。ちょっとその辺私が鈍感だから気づけないのかもしれません。まあ、詳しい方とかね、実はこうなんですよっていうふうに、思ってらっしゃる方がいたらね、ちょっと私も聞いてみたいので、無農薬野菜を中心としてオーガニック野菜とか、通常スーパーや激安スーパーとかのね、冷凍食品に並んでいるようなものが、なぜね、体に良くないのかとか、じゃあどういったものがいいのかってことが、まあ、私にも分かるように伝えてくださる方がいたら幸いかなと思っております。私はもう切に願っております。そういった、健康面でね、問題のないものをコンスタントに手に入れることができるんだったら、私は多少コストが高くても構わないと思ってる方なんですよ。ただコストが高いだけで、さして効果が見られないものっていうのは、やっぱり今までもね、試しては見たんだけども、やめていく傾向にあります。大体、半年ぐらい、長いものでも1年でやめてしまいましたね。まあ、そんな経緯がありますので、よろしかったらね、食品に関する健康については、これからもいろいろと学んでいきたいと思いますので、ご存知の方がいましたらよろしくお願いします。それでは今回は以上です。お疲れ様です。